うちはは庄司さんはもう完璧ですよ、うん、絶対女の人を可愛いって言わないもん、うん、タレントさん女優さん見ても可愛いって絶対言わない、うん、言ってんの聞いたことないだから私があの宣伝カーのトラックで「こん中あったら誰が一番可愛いい?」って聞いた時すごい10分ぐらい考えてましたもん、うん <laughs>